おはようございます。今日は800日、そう、今日からコンサートのリハ参加なので、朝配信で、なのでなんだっけ、記念配信ができないんですけど、800日です。おめでとう、ありがとうございます。800日ってすごい、何年、2年、2年ちょっと、すごい。ちょっとさ、よいしょ、おはようございます。昨日はダンスできました。ダンスはやりました、昨日の夜おはようございます。なんか最近ね、この右手のこの2本のここが、ここのなんていうの、めっちゃ痒いんですよなんでだと思いますか。めっちゃ痒いの、ここだけ、この2個だけしかもなんか書いたら白いのがね浮き出てくるんですよ、白い丸みたいな。でも蚊に刺されてなくて、これはもうめっちゃ前からそうなの。この2本だけめっちゃ痒いんです。なんだろうね、うわ、ありがタワーが、まいのくん、タワーありがとうございます。800日タワーありがとうございます。その800日おめギフトがある、ちょっと待って、タンお魚さん、レインボースターありがとうございます。かぼちゃもありがとうございます。ザックさん、ハートありがとうございます。西健さん、おわけありがとうございます。スターお魚さん、お菓子ありがとうございます。フラさん、ハートありがとうございます。マイナくん、おばけとおばけありがとうございます。カトッペくん、
ターンお魚さん、博多なるなるさん、松山さん、800日おめありがとうございます。ソイミルクさん、お菓子ありがとうございます。マイノくん、800日おめありがとうございます。ソイミルクさん、800日おめありがとうございます。キキちゃん、800日おめありがとうございます。マイノくん、尊いありがとうございます。福岡の福田さん、カズスマイルさん、ムハンマロさん、100日おめありがとうございます。ドリッペさん、おめでとうありがとうございます。野球ボールもありがとうございます。ヤスさん、これなんだっけ、なんか去年もあったよねこのギフト、なんだっけ、忘れちゃった。ヤスヒロさん、お菓子ありがとうございます。アッスーさん、マイノくん、ハートありがとうございます。博多なるなるさん、ヒロタンさん、ポテチーさん、800日おめありがとうございます。ヤスさん、ヨッシーさん、お化けありがとうございます。大地さん、イルファンさん、トモハンさん、ハートありがとうございます。レッドアイブさん、お菓子ありがとうございます。ポンポンくっつきたいさん、800日おめありがとうございます。ヤクさんさん、レインボースターありがとうございます。京子のごろさん、のりっぺさん、みちろうさん、お化けありがとうございます。こさん、風船ありがとうございます。みちろうさん、アンドロメダ駅さん、イソピョンさん、800日おめありがとうございます。アンドロメダ駅さん、お菓子ありがとうございます。マサルさん、コウモリありがとうございます。クラインさん、ハートありがとうございます。のりっぺさん、800日おめありがとうございます。博多なるなるさん、頑張れありがとうございます。カンオケ、そうそう、カンオケです。カンオケありがとうございます。確かにまだ15分経ってないから、そうだね、確かに。ケロクニさん、かぼちゃありがとうございます。クラインさん、ハートありがとうございます。ポテチーさん、820名ありがとうございます。山崎パンさん、ハートありがとうございます。いつ記念配信できるかな、わかんないけど、いつかできしますわかんないけど、すごい近くさん、たくさんお化けありがとうございます。お化け、お化け、ヤクさん、800日おめありがとうございます。キロックにさん、800日おめありがとうございます。千日は来年の5月19日。5月19日、すご予定5月19日付近ってことですね。タエさん、ペンライトありがとうございます。昨日インフルエンザの予防接種打ってきたけど、コーペ打ちましたか？打ってない打ってません。ムハンマノさん、かわいい、ありがとうございます。そうだね、その時は JK ですね。レッスン上で配信、うん、レッスン上で配信もいいんだけどね、私は家がいいんですよね
謎のこだわりレッスン帳の配信もいいんだけど家が好き。カードネットさん、お菓子ありがとうございます。ゆうちゃん、お化けありがとうございます。ホタテさん、800日おめでありがとうございます。福岡の福田さん、お化けホタテさん、お化けありがとうございます。ハロウィン、え、今日ハロウィン、明日、なんかさ、そうだよね、なんかさ、ハロウィン、明日か明日か、明日リハなんだけどさ、ハロウィンっぽいことできなくない？朝からしかできないんだ。で、朝からさ、そんなね、どうしよう、明日か、なんかカチューシャとか買っとけばよかった。どうしよう、明日シロさん、ハートありがとうございます。ピザ配信でも外にさ、ピザ窯あるから多分できないんだよね。いろんな音が入っちゃう。家の中にピザ窯があればいいけど、外にあるから多分できない気がする。普通にそのピザ窯でいつか焼いてもらってそれを食べるとかはできると思うけど、作るとかはちょっとどうなんだ。そんな、この間ハロウィン配信したからなんかね、ハロウィン終わった気があるんだよね。なんかもうハロウィン配信やったっけ気が。森誠二さん、800日はありがとうございます。ヤクさんさん、かわいい、ありがとうございます。今日この頃さん、お菓子ありがとうございます。カードの人さん、お化けありがとうございます。ちょっと考えときますね。まずその800日でもピザ窯なんとに何年間もさ動かしてなさすぎてさ、もうやり方忘れてんじゃないパパ。カードの人さん、800日おめありがとうございます。あ、800日出た。イエーイ。出ない。100日ってどういったの？8だけしとく。8むず。みんなスクショしてください。できたかな。ね、クリスマスマーケットやばい。
白玉さん802丁目ありがとうございます。舞野くん拍手ありがとうございます。ともちゃんさん802丁目ありがとうございます。しべちゃりさん802丁目ありがとうございます。あじしぬくさん802丁目ありがとうございます。ソイルホースさんお菓子ありがとうございます。ソイルホースさん802丁目ありがとうございます。ソイルホースさん風船ありがとうございます。前の分800人、違う、どこだっけ、どこ読んでる、私やばい、めっちゃ下に行ってる、やばいやばいやばい、マー君802丁目ありがとうございます。ポンポンさん802丁目ありがとうございます。ま、なおさん802丁目ありがとうございます。間違えた間違えた、お化けだった、お化けありがとうございます。今日は寒いの、今日は寒い、私何食べたいかな今、6期生の中で長い、そう最近ね6期生毎日配信してるメンバー多いから増えたよね。藤子と私ってあんま変わらない、同じくらい。そちらハーブの部長と副部長頑張ってますから毎日だから正確にはめっちゃめっちゃ部活してます毎日リンリンリンカの動画蹴る時の手がなんかあれ面白いですよね。私もあれ本当につぼ笑いすぎて全然かっこいい顔できなくて何回も撮り直してもらいました。時刻朝配信はきついって昨日言ってた朝配信、まあ夜がいいけどね、それはね夜に越したことはないけど、でも私朝配信の方が多い気がするんだけど朝配信の方が多いんで博多なるなるさん802丁目ありがとうございます。八王子のヨッシーさん802丁目ありがとうございます。野球ボールもありがとうございます。寒い、そうなんだよね、もう時間だよ、その夜できる時間じゃない結局は。10時までとかもうめっちゃめっちゃ余裕が持てる9時までもう本当にだからすごいと思う。8時までっていうのがすごいと思う。8時まで毎日配信もう絶対ほぼ朝だったよね。昨日名古屋の券買い出してたらテンション上がって眠れなくて今超眠い大丈夫ですか、ちゃんと寝ましょう。私は気づいたらね、昨日ねダンスを覚えてテレビでネットフリックス見てたら気づいたら寝落ちしてて
って感じですなんかドラマ見たいけど見たら見たでもう眠くなっちゃうんです。だから見れない。もう気づいたらすぐ寝てるから。レッドファイブさん、野球ボールありがとうございます。インスタライブはしてみないの？インスタライブしていいんですかね。7期生で誰が連続配信できるかなって考えたけど、まだ配信、確かにいつショールーム開始するんだろうね。開始したら毎日やる子がほぼそうじゃないみんな毎日 やりそう。一期は名古屋ハイタチ会の時にレゴランドとジブリパーク行きたいってテンション上がってて言ってたね。ジブリパーク私も行きたい。レゴランドいいね。レゴランドって何？レゴ、あのレゴ。寒い。MJ ジンヤさん802丁目ありがとうございます。7期生配信始まった。6期生のオタク監視が始まるショールームまでね、そんな見ないから見てるね人はいるかな、わかんない、いるかもしれないので、変なことはコメントしないようにでも私結構メンバーのショールーム見る方だと思うんですよ。結構なんかやってる通知が来るとめっちゃ見に行っちゃうから。立花警察誰々さん来てるなとは思うけど、そんな配信は コラボ配信したがるの初期あるあるだよね。やってましたね。なんかたまに切り抜きみたいなのが流れてくるのが面白い。前野くんハートありがとうございます。カトッペくん、なんこれ、グレイトありがとうございます。ジジルモさん100日おめありがとうございます。カオリッペさんレインボースターありがとうございます。6期生が始めるとき愛知の配信を最後に見せられたんだ。愛知さんのその画面をこうプリントにしたやつ、画面を印刷したやつで説明を受けました。配信のそう愛知さんで説明してもらいましたそうペイコちゃんだと目立つ確かにね、それを狙いました。キティと絶おじさん100日おめありがとうございます。そう、何年生は何時までですよとか、こうしたらこう配信できますよとか、そういう説明を受けるときに IG さんの、そう紹介してもらいました。
ップが最近ハマっているもの、ハマっているもの、なんだろうね、ドラマを見ること。食べ物では最近はバジルにハマってるんですよ昨日も食べました。バジルのなんだろうね、でもセブンのあのバジルのやつめっちゃ美味しいし、あのファミマのバジルのやつもめっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しいってまだ何回、 1,2 回しか食べたことないけどファミマの、あ、流れてる、見て、静、流れた、今聞こえました聞こえたかな、流れてました。そう、バジルパスタとか食べてみたい。今流れました、聞こえた、みんな私んちはね、基本ね、あのテレビの音がでっかいので、いつも聞こえたかな、聞こえる、いつも配信してたらテレビの音が入ってくる。昨日はね、あれ、アイチーさんとレイヤちゃんの CM じゃないけど、あの神奈川のあなんかが CM で流れてました、見た昨日夜ね、テレビ見てたらね、流れてた、なんかインタビューしてるやつ、いえ、あの旗を持って神奈川、あ、やばい、58分。じゃあランキング読んでいきたいと思います。チーム神奈川、13位かおりぺさん、ありがとうございます。12位博多なるなるさん、ありがとうございます。11位しろさん、ありがとうございます。10位たんおさかなさん、ありがとうございます。9位のりっぺさん、ありがとうございます。8位カードリントさん、ありがとうございます。7位ちかくさん、ありがとうございます。6位 MJ ジュニアさん、ありがとうございます。5位いそぴょんさん、ありがとうございます。4位やすさん、ありがとうございます。3位か、間違えた、マハマロさん、ありがとうございます。2位カトッペくん、ありがとうございます。1位マイノくんでした、ありがとうございました、ありがとうございます。それでは800日配信ありがとうございました。また後日記念配信できたらいいなって思っているので、まあお待ちくださいはい、ということでありがとうございました。またまたね、今日も一日頑張りましょう。たくさんギフトもありがとうございました、朝早くからではまたね、バイバーイ、ありがとうございました。